商業マネジメント三井アウトレットパークモップマリンピア神戸三井アウトレットパークは三井不動産グループの三井不動産商業マネジメントが運営するアウトレットモールの総称日本におけるアウトレットモールでは三菱自称サイモンに次いで業界第2位の売上高である施設はテーマパークのような作りになっておりイベントライブなどが頻繁に行われている 大規模な駐車場を併設しながらも、幕張や多摩南大沢など駅から徒歩圏のレールサイド店舗も多く、ロードサイドリッチの大型施設が多い三菱自所、サイモンのプレミアムアウトレットのリッチとやや異なる。当初は施設ごとに異なる名称をつけていたが、ブランド力を高めるために2008年4月1日より、名称を三井アウトレットパーク、幕張など、 三井アウトレットパーク、地域名称に変更、統一し、以降の新規開発施設についても、同様に三井アウトレットパーク、地域名称で統一している。また三井アウトレットパークと同じく三井不動産が開発事業者、三井不動産商業マネジメントが運営事業者となっている。ララポートを中心とした三井ショッピングパークや三井ショッピングパークアーバンなどとも、 2010年7月16日よりポイント互換が可能となった。三井アウトレットパーク新 CM 新イメージキャラクターに多部美加子さん就任。ありがとうございます。